どうも、青木です。本日も、プロレスのことをやっていきたいと思います。今日はですね、プロレスあるあるカルタを作っていこうかなと思います。まあ、一気に作ると、莫大な時間とですね、とんでもない量になってしまいますので、まずは今日、あ行から、作っていきたいと思います。あいうえおまで作っていきたいと思います。じゃあ一緒にちょっとプロレスあるあるカルタをね、はい、考えていきたいと思いますので、はいはいはい、はい、よろしくお願いします。うん、まあまあまあ、簡単に、いろいろね、お、ちゃんとこういうボードもね、準備されてるという。はい、でまずあ行からいきます。細いなちょっとね、ペンが、細いなそうなんですよ。ちょっとボードに対して細身なんで、でも大きい字で書いた方がね、見やすいと思うんで。細いなこれ多分、一番細いんじゃない日本にあるペンの中で。3本セットで100円だったんですわ。はあ、なるほど。だからやっぱ細かったですね。そうだね。それで1本分ってことなんだよね。そうです、そうです、そうです。あ行。あ行から。あからですね。はい、あから。あるあるですもんね。あるある。なんだろうな。プロレスある。なんでもいいんですもんね。うん、うん、そうですね。これ、どのぐらいの長さがいいのかね。犬も歩けば棒に当たるとか、まあ、それぐらいの量ですよね、尺ですよね。うん、細いなぁ。最初なんでこれどうですかね。はい、あーですね、はい、アンドレが飛行機に乗ると竹がなくなる。あ、これはあるあるですね。よく聞きますね。そうですね。これ映ってんのかな、アンドレが、飛行機に乗ると酒がなくなる。あ、これはかなり綺麗な。綺麗だね、うん。これもちょっと、これも残さなきゃいけないからな。いや、もうこれ大変なの、この企画。よく考えたら。まあ、映像で後で。あ、そうか。見返せばいいのか。うん、はい、でも、その場で決定するときに、あ、そうか。うん。じゃこれ僕言いますね。はい、あですね。うん、アラケン試合前必ずジョギングしているようです。ああ、いいですね。僕もあのよく会場のね、あの入り待ちとかよく行くんですけど、そうすると必ずジョギングをアラケン選手はされるんでね。いいでね、これはあるあるですね。あ、それ確かにあるあるだな。コンディションいいもんね。コンディションいいんですよ、アラケンさん。あ、じゃあこれもいいかもしれないですね。はい、アラケン、チャンス大城さんとほぼ毎日走ってるの。よく SNS で拝見しますね。自宅が近いようで、ほぼ毎日。アラケンさん結構芸人さんの知り合いが、そうなんですよ、多いですよね。この前チャンスはアラケンさんと8キロ走ったと。朝7時。チャンスさん大変だな、8キロ。はい、すごいです。アラケンの兄貴。ちなみにアラケンさんのアランケンさんのあるあるだと、うん、あのポカリスエットとかね、うん、あのアクエリアスとかよりも、うん、だからが一番いいらしいですよ。だからって、はい、なんか最近あんまみんな、まあ、あるところにあるんでしょうけど、はい、どのコンビニにも置いてるってもんでもないですね。そうですね、そうですね。これ、はい、知ってる方いるかな。俺すごい印象に残ってるんですけど、はいはいはい、安城水、催眠術かかりやすいよって、ね、何その知らない。これね、昔ね、なんかね、催眠術の番組とか昔よくやってたじゃないですか。なんかやってましたね。あの海外の有名人がね、来て、うん、海外の有名人かける、はいはい、安城選手が、あなたは指揮者になりますみたいな、音楽が流れて指揮者になりますっていう催眠術かけられて、うんうん、音楽が鳴った瞬間にものすごい低いでこうやるっていうのが僕子供の時に特番で見た覚えがあって、でうちの親とかもものすごいそれを面白がってたんですよ。でね、 YouTube とかの動画探すんだけど、なんか画像はちょっと出てくるんですよね、そのさ、なんか催眠術だけど動画がなかなか出てこないんですけど、これでちょっと僕の中のあるあるなんですよね。ああ、そうですか。見事なまでにかかるんですよ。催眠術に。そう、ちょっと知ってる方いるかなと思うんですけど。安城洋次。1億円でね、働いてます。うん、難しいな。うん、まあ、要するに今4つですか。今4つですね、一応。決めますか、この4つ。
もうちょい出しますか。もうちょい、どうしようかな。まあまあ、もう出します？まあ、まあね、今日5個やらなきゃいけない。5個やらなきゃいけないんで、うん、はい。とりあえず今日、今のところは、アンドレ。アンドレ飛行機に乗ると、お酒がなくなる。なくなる。うん。で、アラケンの兄貴が。アラケン、試合前にジョギングしてるよね。で、アラケンの兄貴、チャンスを押しようとほぼ毎日走ってるよって。うんうんうん、で、安城ね、催眠術かかりやすい、ね。難しいなぁ。でもザ・あるあるで言うならやっぱアンドレなんでしょうけどね。うん、うん、そうだね、うん、まあ一発目としてはね、うんうん、でもなアラケンさんが2回出ちゃったからな。アラケンさんのどっちか使いたいとこですね。どうチャンスさん、チャンス、アラケンの兄貴、チャンスを教えてほぼ毎日走ってるように決めましょう。記念すべきアがね、うん、決まりました、決まりました、はい。アラケンの兄貴、ほぼチャンス大城さんと毎日走ってるよという、という、はい、幸先のいいスタート、ね、いいですね、はい、次、はい、いいですね、いいですね、いい、いいか、いい、まあこれはまああるあるかな、はい、伊藤隆二、椅子曲げてもすぐ元に戻せるよ、ね、おー、なるほど、素晴らしい、うん、あー、それはもうあるあるですね、あるあるですよね、うん、ね、バーン立って曲がったの、もう一回逆側でね、あー、いいですね、伊藤、あ、それ箇所書いてほしい、忙しいな、まあこれ、これも割とベタですね、うん、イービル、運のレスリーに暴行しすぎ確かにね、最近ちょっとやっぱね多いじゃないですか、非常に多いですね、うん、でディック東郷選手来てから、あ、なんかあれまた、ね、また倒れてるよ運のレベルっていうのはもうね大変ですよね、大変、あんなに一日何回もリングの下にねぶん投げられてねそうね、運のさんです、うん、もうそんな若くもないですよ、そうだけど大変、体鍛えてるとこにね、うん、そう大変ですよね、ちょっとやりすぎかなっていうのうん、これもありますね、はい、イケメンパパ会場で酔いすぎうん、酔ってますね、まあまあ今コロナ禍なんでなかなかないと思いますけど、ね、それまあその前とかね、なんでこんなベロベロなんだっていうね、うん、もうあの行く前から飲んじゃってるから、うん、そうそうそう、で行ってからも飲んでるし、うん、終わってからまた飲むしね、そう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 、うん、何回か一緒に飲ましてもらったことありますけど、うん、まあまあ陽気なパパですよ本当に、そうですよね、はい、これで決まりかもしれないね嘘嘘、うん、まあまあまあちょっと置いときます、アラケンさんの次イケメンパパだうん、これもなんかこのプロレスの間では馴染みがあるかな、うん、石川修司歌がジャイアンこれも割とあ、これはもう綺麗なある、うん、多分ねですね、そうですね、うん、石川修司選手で、ね、全日本プロレスの、だってここ歌うためだけに DDT 出てますから ね、それもすごいよね、うん、俺いい出ないないい苦手だな。あ、もうじゃあ決めますか、決めますか。はい、うん、伊藤隆二選手の伊藤隆二椅子、はい、投げてもすぐ戻せるようですね。あとまあイービル選手のレフェリーに暴行しすぎ、うんうん、でイケメンパパ会場で酔いすぎ石川修司選手歌がジャイアンという、どうですかね、どうですか、まあ、一番しっくりきたのはイケメンパパ、ね、イケメンパパにしましょうかね、じゃあイケメンパパ、会場で酔いがちという酔いすぎだとちょっと、はい、なんかねあれなんで酔いがちにしておきますかね、まあまあそこは優しさで、ね、優しさですね、はい、酔いがちというのね、うん、決まりました、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ続いてウですね、ウか、ウこれ僕ちょっと確認です、僕だけがそう思ってたら申し訳ないですけど、はいはい、裏アキレス最近あまり見ないなあれですか、こうこのなんていうんですかね、相手の足首を裏にしてね、はいはい、背をつけた状態でこうキュッと前にこう、前あれ
よく山崎さんとか、そうですね、やってましたね。まあ、それこそ、ね、前田明とかも、ね、はい、やってて、あ、最近やってる人います、ね、やってないかもしれないですね、うん、裏明作業あまり見ないな、ね、確かにそうだ、うん、これ、う、まあ、本当はこれちょっと違うんだけどな、うん、まあ、一応出しとこうかな、もう全然あるあるかわかんないけど、うん、宇藤選手通販でグッズ出しまくりあ、そうですか、なんかそのイメージがあるのか、おるか宇藤選手、これほんと大で出さなきゃいけないのかなって感じもあるんですけど、あ、まあ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 、宇藤選手ね、あ、うん、最近ね、その試合数もこちょっとあまりね、そうですね、見る気がないんだけど、あとまああれですもんね、基本サウナのね、あ、そうそうそう、熱波の資格かなんか取ったんですよね、もう体大きくてね、いい選手なんでね、そう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 、もっともっと試合は見たいところですけどね、うそう、通販でグッズ出しまくじゃあそうなるとこれもいいのかな、うん、結局ね、ちょっとまたこれになっちゃうんだけどな、いいかな、ちょっといいですかね、うん、うんともすんとも言わない田村清志まあね、その、うん、グレートグレートこのチャンネルはグレートのことばっかりじゃないですか、そうですよ、これもうあのグレートのサブチャンネル、サブチャンネルやっぱうんともすんとも言わない、はい、うん、何かの投げかけてもこれはあるあるだな、うん、やっぱ対応してくれない、うん、何回も問い合わせしてるのに、うん、いつも本人不在みたいなね、うん、それはちょっとあるかな、もうちょっとね、こう、まあそれの逆をいくのは、ああウエザイルはいろいろ言い過ぎ、そうだ、言い過ぎ、ああ、うん、そうだね、うん、ああこれはやっぱね、もう SNS を通じていろんなことに噛みついてきますから、ね、はい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 、だそうなるとだからウーバーイーツやってるウエザイルもあるわけですね、あ、そうですね、あ、うん、それいいかもしれないですね、ウーバーイーツやってるウエザイル、そこですか、そうですね、どうしますか、じゃあウエザイル、ウエザイルしましょうか、ウエザイルはウーバーイーツしますか、ウエザイルはウーバーイーツをやってるって言いますか、ね、それからウエザイルはいろいろ言い過ぎ、全部カタカナですね、アラケン、イケメン、ウエザイル、ウエザイル、うん、じゃあウエザイルはウーバーイーツやってるんですか、行きます、はい、そうしましょうか、わかりました、はい、ウエザイルはウーバーイーツをやってるで決定です、はい、A ですね、 A ですね、これは分かんない、僕あるあるかもしれないですけど、うん、いいですかね、エルヒガンテってたまに言いたくなる、あまあ言いたくなる名前ってありますよね、なんか、うん、エルヒガンテってなんか、うん、忘れた頃にあと必ず話題に上がるというか、やっぱり今のところ多分一番の身長の高さじゃないですか、エルヒガンテ2m33 かな、かこれ以上の人は多分出てきてないんじゃないかな、エルヒガンテ、エルヒガンテってたまに言いたくなる、あでもこれはザあるあるですね、はい、うん、エロネタ大好き三沢美津、あーいいですね、はいはい、だもう今だったらセクハラだよな、うんそうですね、うん、だって、うん、ね、あの新人の記者とかね、女性の記者とかがたまにいると、うん、あの最近いつエッチしたのとかねだから今だったら大変だよね、うん、まあでもそれは三沢さんなりに記者とのこうね距離をね、私ちょっとあの緊張もしてるだろうから、うん、それをほぐすっていう、ね、ためのことなんでしょうけどね、うん、今だったら大問題、確かに、これはもうちょっと魔石あるあるなのかな、うん、もしかしたら、エザをプロレスほぼ知らないカントリーズのね、はい、というコンビのエザオ君ね、うんうんうん、なんか割とね、あの例えば新日本プロレスのあれも入ってるのかな、うん、会員というか、ああファンクラブとかね、ファンクラブにも入ってるのによく T シャツとかもプロレスの着たりしてますよね、でもこの前ディズニーランド一緒に行った時も4代目タイガーマスクのね、はいはいはい、T シャツで着たりとか、うん、なんですけどあんまり詳しくそうですね、うん、なんかへえ
なんかこうプロレスの話してもいつもへーって言ってますもんね。そうなんだみたいな。そうですそうです、うん、その昔ね後楽園ホールで、うん、ネバーの試合で石井選手と田中将人選手が戦った、うん、もうバチバチのもう本当にゴツゴツとしたね、うんうん、殴り合いで、まあ、最後、田中将人選手勝つのかな、うんまあ、勝った試合があるんですけど、うんうん、その時も一緒に見に行って、うん、であの涙を流したと感動して、うん試合が終わった後私は涙を流してしまいましたって言って、うんあの SNS でつぶやいてたんですけど、うん、泣いてなかったんですよ。僕隣にいましたから、ね、それそういうところも怖いなっていうね。それは怖いな。うん一人で行ってたなら別にねそんなこと書くんだけど、うん、隣にね知り合いがいるのにそれを嘘を書くっていうね。泣いてましたね。うん、言ってましたね。もうこれはもう。あるあるだと思うんですよ、はい、駅前もう少し飲食店あるといいな新規版あーいいですね、これはねなかなか終わった後にね、うんどっか飲んで帰ろうかって言ってもまああるはあるんですけど、ほんと限られたお店しかないんでね、たまに松屋パンパン時ありますよねみんなさまよってね、結局松屋がね、一番無難なんじゃないかって、ね、だからねちょっとね難しいんだから9時ぐらいに試合が終わって、うん、でもうまあなんだかんだ移動とかすると結局10時前ぐらいになっちゃって、結局飲食店もやっぱり11時半ぐらいでラストオーダーになっちゃうから、なんとなくねあんまりゆっくりできない、ね、そうなんですよね。そうだそういうのあるな。これは新木場行ったことある人ならもう誰もが思うことですよね。うん、うん、まあまあ、はい、なんとなく AEW のテレビの見方よくわからない。あたまに YouTube とかでやってるけど、あれ、あれこっから先有料になっちゃったらあれみたいな。あれどうやって見るんだっけ、ここ全部が英語か対応みたいな。専門チャンネルみたいなのはあるんでしたっけ、なんかね、なんとか TV、ファイト TV みたいなのがあって、そこになんか加入してんじゃないとね、見れないんですよね。出ないか、まあ、この辺にしますか。この辺しますか、はい、どうしますか。何がありに出ましたかね。なんだエルヒガンテって言いたくなる、うんエロネタですか。エロネタ大好き三沢光晴、エザオプロレスのことほぼ知らない、駅前にもうちょっと飲食店あるといいな新規か。三沢さんじゃないですか。三沢さんですかね、うんうん、エロ何でしょう、エロネタ大好き三沢光晴、じゃあいいんじゃないですかね、うん、じゃあそれで決定、はい、決定しましょう。最後王ですね。王ですね。王ああまあ王か、うん、あの王子ベースの、階段初めて行くと長くて不安になるよ。ね、あれまだみたいな。はいはいはい、なんかこう 2週ぐらい、うん、なんかそうそうそう、うん、であれ受付どこなんだろうとかね、うん、で急に会場になるでしょ。会場になりますね。うん、そうそうそう、王子ベースメントモンスター、ね、ベースメントモンスターね、うん、階段長くて不安になる。まあこれですね。はい、どうぞ。やっぱお前は平田を超える名言なしですね。ああ、そうか。名言の目はこっちの迷う方ね。はい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 、はい。まあ、これをやっぱ超えるものは今までやっぱないですね。うん、確かにね。はっきり言うとね、マスクマンの正体をバラすというね。そうか、お前平田だろ。まあ、平田だろ。藤波さんがね、うん、言ってしまった。うん、ああ、それ確かにあるあるだな。うん、僕、じゃあ行きますね。はい、折原選手のバーの告知、フェイスブックでよく見かけるよって言ってよく見かけるあれ、あ、そこまたやってんだみたいなね。ああ、よく見ますね。そうそうそう、最初はセット料金で、時間が過ぎるとそこからドリンク、また別料金みたいな、ね、感じでよく書いてあって、一回ね、あの僕らもあの歌舞伎さんのお店でね、うん、たまたま折原選手がいて、一緒に飲ませてもらった、ね、一緒に飲ませてもらった時もものすごいトークうまいし、うん、まあ、面白かったな、いろんなこと話してくれて、バーもちょっと行きたいんですけどね。どこですかね、場所ね。新宿だったかな、どこだったっけな、うん、ちょっと行きましょう、本当ね。そうだね、うん
大仁田一時期すごく痩せてたんですよ。ああ、そっか。一時すごい痩せてた時ありましたよね。あー、うん、あー、そうですね。何年か前ね。何年か前ね。やっぱ膝の影響かな、やっぱり。ですかね。すごく痩せてたことあったっていう、ね。そうか。やっぱ議員さんだった時も影響してるのかな。ですかね。うん、まあいろいろこうお忙しさとかもあって痩せてたのかな。これもあるあるかな。大きい沖田の場外アナウンスうるさすぎる。そうですね。うん、これはねちょっとねまあ、場外で、まあ、今はね、うん、こういうご時世だからあんまり場外でっていうのはないかもしれないけども、場外乱闘ってなると、お気をつけください、お気をつけくださいっていうのはね、もうね、うるさすぎて。だうるさすぎて、もう何言ってるか分かんないときありますよね。そうそうそう。おはようございます、おはようございます、おはようございます。たぶん、最も、だから、喉が強いリンガーなんですね。はい、あの声出したら、普通声飛びますよ。確かにね、そうかそうかそうか。うんうん、そうなんだ、うるさいんだよな、なんか。うん、はい、小川直也テレビ番組でハッスルポーズしすぎ。なんならもう今でもやるんじゃないかぐらい。そうそうそう、なんだんだろう、もうなんか一発ギャグみたいなね、感じの。で別に、自分でやり出したわけでもないし、なんかね、やってたな。よくね、まあそれこそ皆さんのおかげでしたね、はいはいはい、とかでもやってたし、なんか他の番組でもそれいつもハッスルハッスルってよくやってた。なんかオールスター感謝祭とかね、なんかああいう番組とか出た時とかもなんかやってたイメージありますね。あれなのかどうかわかんないけど、ちょっとよくなんていうんですかね、この僕らの世代はギリ、実現できなかったというかね、うん、大宮スケートセンターに一度は行きたかったなと。なんかねよくね、やっぱビッグマッチというかなんか事件があったりとかね、なんか何かとね、こうプロレスの歴史のこう一部一部に大宮スケートセンターってね、そう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 、ここはやっぱ行きたかったなとは思いますね、人生で一度何かが起こる大宮スケートセンター。スケートセンターって子供の中に思ってた記憶があるんだよな。こんなとこで試合できるのかと。いや、これは僕つい最近本当に思ってることですよ。尾崎さんとポリスの破局残念すぎる。ああ、そうか。これね、中居正広さんの番組で、まあずっとこの2人がまあ元々はお付き合いされてて、うん、1回別れたんだけどもまた復縁してずっとお付き合いまた始まったっていうところを追っかけてたんですよね。そう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 。そしたら結局この結婚する意思みたいなのは、うん、ポリスさんの方があんまりなくてない、ね、別に今までのこの感じでいいんじゃないみたいな感じで、やっぱ尾崎さんはやっぱり結婚っていうことがやっぱね、やっぱ頭にあるから、うん、じゃあ別れましょうかってなったっていう話でね、残念すぎるんですよね。でも一緒に今でもこうマネージャーとしてこうつい、はい、ポリスはついてるわけじゃないですか。なんかね、複雑なこう確かにね構図ですよね。そうなんですよ。復縁ですからね、しかもね。そうですよ。これ本当にみんな思ってることですね。さあ、どうしましょう。決めますか。決めますか。何が出ましたっけね。まあ、王子の会場、階段が長い、うん、あと大きいかな。あ、大きい。僕もねちょっと大きい出そうぐらい思ってたんで、大きいリンガーナで一番喉強いっていうの出そうと思ってたんで、大きいでいいですよね。大きいカタカナ多いな、ちょっと。アラケンさんと決まりましたね。そうですね、イケメンパパとかね、いろいろありますけど、とりあえず「あ」から「お」までは、はい、決まったという、うん、またこの辺に多分テロップ 出してるんで今ちょっと把握できてないんですけど、はい、はい、とりあえずあ行完成ということで、はい、またちょっとタイミングで家業もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。